ブラゾンとは、16世紀頃のフランス文学の詩のジャンル。語源はフランス語の文章に由来し、もともとは、文章学もしくは文章それ、自体を意味した。1536年に、クレマン・マロは、女性の肉体の異なった部分を選び出し、それにふさわしいメタファーを見出すことで女性を賛美する、詩のジャンルとして、ブラゾンという言葉を使った。その意味は、今も、なお文学。 とりわけ詩の中で使われている。ウィリアム・シェイクスピアのソネット130番は、生命のないメタファーを持ち出して、ことごとくその類似を皮肉に拒絶する。ブラゾン・ポプーレアとは、例えば、サミュエル・ジョンソンが、スコットランド人を見下して、イングランド人を称賛したように、ある文化、または民族をけなすことで、自分たちの文化、民族の自尊心を高めることを指す。この語は、 オーギュスト・コネルの旅行記、プラゾン・ポプーレアデラ・ノルマンディから生まれたもので、本の中で、ノルマンディ出身の人々が他の地方をあざけ笑う一方で、自分たちを自慢する。ありがとうございます。